さんこんにちは、翔太郎です。今回はですね、サムネタイトルにも書いてあった通り、大きく2つの J 移籍ニュースについて紹介していきたいと思います。1つ目のところでヘビッセル神戸に所属する古橋選手の移籍ニュースの話と、2つ目のところで今日出たニュースでもある浦和レッズに所属する武藤選手の移籍ニュースの話について紹介していきたいと思います。まあ、以上に、ね、一J リーグサポーターとしても、面白い興味がある、ね、ニュースになりましたので、今回2つのニュースを取り上げさせてもらいました。まあ、このショータイムですね、年内1万人出てを目指して、このショータイム毎日頑張っておりますので、ぜひね、この動画がいいなと思ってくれた方は、今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、古橋選手の移籍ニュースの方から紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、早速古橋選手の1つ目の移籍ニュースから話していきたいと思うんですけど、まあ、古橋選手のニュースというところは、一昨日出たニュースでもあるんで、ちょっとね、日が経ってしまったということもあって、簡潔に紹介させていただいて、まあ、その後の武藤選手というところを結構ね、ちょっと長めに喋らせていただければなと思いますので、古橋選手の方を早速紹介していきたいと思います。ヴィッセル神戸に所属する26歳の古橋亨梧選手が、オランダ一部の PSV というチームとベルギー一部のアンデルレヒトというクラブからですね、獲得オファーが舞い込んできました。まあ、とうとういよいよね、この古橋選手にも獲得オファーが来て、まあ、海外移籍が濃厚という形になりましたんで、まあ、やっとだなというところも感じておりましたし、まあ、今季ね、日本代表に選出されたいと非常に活躍している中で、まあ、この海外挑戦、もちろんね、あり得るなと思っていた中でのね、まあ、今回の2チームからのオファーということになっております。まあ、今後ね、さらに古橋選手へのオファーというところもね、来てくると思いますので、まあ、そこを含めて今後のね、どこ持っていければいいのかなと思いますけど、まあ、今回はこの PSV と、アンデルレヒトというクラブのね、チームについてね、紹介できればいいのかなと思っております。まあ、古橋選手にとってもですね、念願の欧州挑戦へと近づく、まあ、この今回の、2チームになりましたんで、非常にね、嬉しい獲得オファーだと思いますし、まあ、このね、古橋選手自身もですね、この移籍に前向きということもありますので、まあ、おそらくこの夏の、移籍が有力なのかなと個人的に感じております。まあ、以前からですね、テレビだったりというのも報道されている通り、古橋選手というところは、もうこの海外挑戦、海外移籍というところにとても意欲的で、日常からですね、この語学の勉強もしているということもありますので、まあ、ここにも対応しつつ、まあ、この古橋選手のね、プレー面でもぜひね、海外で見てみたいなというところが一理ありますので、まあ、ここの辺、今後の動向も追っていければいいのかなと思っております。まあ、このですね、今回2チームオファーが来て、オランダの PSV とベルギーのアンデルレヒトというクラブから来たんですけど、まあ、正直ね、両チーム、まあ、成長できるチームなので、どちらに移籍してもですね、この古橋選手にとって、まあ、今後のステップアップにおいてですね、とてもいいチームなのかなと思います。まあ、どちらを選ぶのかわからないですし、またね、新たなクラブというところに移籍をするのか、まあ、どのような状況になってくるのか今後ね、わからないところではありますけど、まあ、どのクラブに移籍してもですね、個人的な J リーグサポーターとしても応援しておりますので、まあ、今後の古橋選手の決断というところをね、待っていければいいのかなと思います。まあ、今季もですね、J リーグというところでは、得点ランキング首位に立つ14得点というところを決めており、3年連続で2桁得点というところもすでに達成しているこの古橋選手でもありますので、まあ、この辺、J リーグから離れてしまうことになれば、ヴィッセル神戸としてもとても痛い、放出になってしまうのかなと思いますけど、まあ、このね、古橋選手の意見を尊重しつつ、今後ね、見送る形にはなるのかなと思っております。まあ、もう日本で、このイニエスタ選手から古橋選手のね、まあ、ホットラインというのが見れなくなってしまうのは、まあ、ちょっとね、悲しいところではありますけど、まあ、今後、日本代表、日の丸を背負っていく上で、この古橋選手をさらにね、一回りも二回りも成長していくためには、まあ、この海外移籍、必ずしも必要なところになってくるのかなと思われますので、まあ、ここは応援しつつ、見ていければいいのかなと思います。まあ、この PSV というクラブですね、もうオランダ有数の名門クラブでもありますし、まあ、現在日本代表でも活躍しているドアン選手というところもね、所属しておりますので、まあ、そういう面では、日本人にもゆかりのあるクラブでもあると思いますし、まあ、このね、古橋選手としてもドアン選手がいるということで、ちょっと心強い、移籍にはなるのかなと感じております。まあ、もう一方のアンデルレヒトというクラブはですね、元ベルギー代表のコンパニー選手というところが、今ではですね、現在監督となって、監督業をしており、まあ、そのコンパニー監督もですね、非常にこの古橋選手を、高く評価しているということもありますので、まあ、どちらにおいてもですね、まあ、この出場機会を得られる両チームなのかなと思いますけど、まあ、ひとまず、今後の動向を追っていければいいと思いますし、まあ、この今回移籍が成立することとなれば、移籍金というところはね、ヴィッセル神戸に入りますので、まあ、その移籍金で、新たなヴィッセル神戸は、ストライカーを獲得していくのかっていうところもね、今後、見ていければいいのかなと思っております。まあ、どちらにせよ、日本人有数のストライカーとしてですね、この古橋選手現在 J リーグで活躍しておりますので、まあ、今後の動向で、ね、気になる方、結構多いのかなと思いますので、ね、こちらの、ショータイムの方で、随時更新していければいいのかなと思っております。
はい、ということで、ね、続いて2つ目の武藤選手の今日出た話をしていきたいと思います。まあ、急遽の、ニュースが出て正式発表まで至った話でもありますので、ちょっと詳しく紹介していきたいと思います。浦和レッズに所属する武藤勇樹選手、現在32歳の選手が、J1 の柏レイソルに完全移籍することが決まりました。まあ、この点においてはですね、まず武藤選手の、大まかな情報を話させていただいて、まあ、その後に、移籍の情報を、話していきたいと思いますので、2つに分けて、紹介していきたいと思います。まずはね、武藤選手の、プロフィールだったり、主な、情報というところで紹介していくと、武藤選手は170センチ、68キロ、右利きの、選手になっております。流通経済大学から、ベガルタ仙台を経由して、現在も所属している浦和レッズに、在籍したという形になっております。まあ、2015年から2016年というところでは、2年連続2桁得点をマークしている、この得点力もある、2列目だったり、1列目というところを担当する、この武藤選手になっております。まあ、その、2016年シーズンからは浦和レッズの9番として、最前線で活躍もしており、この得点だけでならず、前線からの守備だったりというのもね、非常に貢献できるこの武藤選手でもありますので、そこを評価して今回ね、柏レイソルを獲得に動いたのかなと思われます。今季はですね、リーグ戦だったりというところに16試合出場するも、無得点という形に終わっておりますので、この得点だけがね、すべての、この武藤選手ではありませんけど、ちょっと、得点だったりというのも意識しつつ、新天地ではですね、活躍に期待して見ていければいいのかなと思っております。はい、ということですね、ここからは、大まかな移籍情報というところを話していきたいと思います。冒頭にも言った通りですね、柏レイソルが、この武藤選手、浦和レッズに所属する武藤選手を完全移籍で獲得する、正式発表が今日出ました。報道から、正式発表までね、ちょっと短い時間でいろんなことがありましたんで、個人的にもびっくりしているところはありますけど、この夏の目玉の補強として柏レイソルは動いたのかなと思われます。実質ですね、先日浦和レッズは、この柏レイソルから江坂選手というところを獲得しておりますので、トレードというところがですね、成立したのかなという形になっております。江坂選手も武藤選手もですね、それぞれの地で今後とも応援しておりますので、新天地での活躍で、ご期待してきていればいいのかなと思っております。この武藤選手ですね、攻守において貢献度の高い選手というところで、柏レイソル獲得できたのはね、非常に大きいところだと思いますし、この得点だけでならず、先ほども言った通りですね、守備面でも大きく貢献できるのはこの武藤選手でもありますので、そこは柏レイソルにとってね、非常に大きな補強になったのかなと思われます。この不敗神話というところはね、ちょっと話題になっておりますので、ちょっと触れていきたいなと思いますけど、この2015年以降ですね、武藤選手が得点を決めた試合というところは、32勝5分けというね、素晴らしい、この37試合負けなしというところが続いている、この武藤選手の、不敗神話伝説というところもありますので、そこまで、柏レイソルの新天地でも期待しつつ、ちょっとね、見ていければいいのかなと思っております。このね、不敗神話というところはいろいろありますけど、この37試合負けてないので、びっくりしたニュースでもありましたので、ちょっと触れさせていただきました。後半戦においてですね、ここ数試合で非常に、コンディションも上げてきたペドロ・ハウル選手というところと、この武藤選手にね、柏レイソル個人的に注目して見ていければいいのかなと思いますので、その他の選手もね、注目して見ていきたいと思いますけど、個人的なこの2選手について、後半戦というところは特に注目して見ていければいいのかなと思います。現在15位というところで、降格争いに巻き込まれてしまっている柏レイソルではありますけど、昨日というところですか、鹿島アントラーズに勝ったりと、徐々に、チームの浸透度も増していって、結果にも現れてきている最中でもありますので、ここで、攻守において存在感を発揮できる武藤選手というところがさらに加入をして、またね、中断期間に入りますけど、中断明けでですね、いい結果を残せるように、この戦っていってほしいと思いますし、武藤選手はね、移籍したからには、この、まずは、レイソルをですね、残留ライン、残留達成という点を導くためにも、今後の、活躍に期待して見ていければいいのかなと思っております。浦和レッズは6年半在籍をして非常に貢献度も高い選手でもありましたので、まだね、32歳という、これからまだまだできる選手でもあると思います。今後のね、武藤選手の活躍プラス、先ほど言った通り、江坂選手の浦和レッズの活躍っていうところも多いに期待しつつ、柏レイソル見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今回は J 移籍ニュースということで大きく2つに分けて紹介させていただきました。1つ目のところで古橋選手が海外移籍するのかっていうところについてと、2つ目のところで武藤選手今日出たニュースですね、というところの新天地の移籍について紹介させていただきました。どちらもね、J 有数の、ビッグネームというところは移籍に動くというところで、話させていただきましたので、非常に興味が湧いた方も多いのかなと思います。それと含めて今回2選手を取り上げさせてもらいました。
またね、古橋選手というところは海外移籍の進展があれば、こちらで取り上げていければいいのかなと思いますので、まあ、今後ともね、このショータイム見逃さず見ていければいいのかなと思います。ということですね。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、昨日ね、ちょっと動画上げられなかったので、今日日本投稿ということで、この移籍ニュースと、この後にですね、J2 の第22節レビューという形でね、紹介していきたいと思いますので、そちらも、ぜひ見逃さず見てくれたらなと思います。ということでですね、今後ともまだまだ、この夏に向けていろんな移籍ニュース出てくると思いますので、